どうも、小鹿野ゼミナール塾長の小鹿野と申します。10月31日の、選挙が終わり、今日の収録日が、11月の1日となっております。選挙お疲れ様でした。ちょっと非常に残念なのがやっぱり長尾隆先生が、ボロ負けしてしまったところがちょっと残念だなと思いまして、小生のね、解釈で勝手に、選挙戦をですね、皆さんにですね、お伝えさせていただこうかなと思います。今回ですね、非常に頑張ったのが創価学会公明党ですね。これはね、とんでもない頑張りをしてくれまして、自民党の議員はね、戦々恐々としてる、はずなんですね。つまりですね、スイスの、なんていうんですかね、スパイの教科書みたいなのがあって、イデオロギーですね、イデオロギーの第、選挙の、人がですね、党が、10% ですね、握ったら、全てコントロールできるという形です。で、今回ですね、衆議院の投票率が 55.93% ですね、戦後3番目の低水準と、総務省の発表であってですね、これ時事通信からいただいたんですけど、今回のですね、これを見ていただいたら分かりやすいんじゃないかなと思いますね。見えてますでしょうか、見えてますでしょうか。ちょっと待ってくださいね。こうした方がいいのかな。これの方が見えやすいんだろうか。どうですか。字見えてますか。お、ちっちゃいですか。まずですね、衆議院の、言った人が 55.93% なので、有権者の1億800万から、0.5593 をかけると、6040万の人がですね、言ってくれたようですね。6040万の、方々がですね、お忙しい中言ってですね、でですね、実は最近はですね、選挙に行かない方がコントロールしやすいっていうね、データが出てるんですね。なぜかというと、選挙に行かないと創価学会の評価のですね、威力が強まるんですね。ですから創価学会の人はね、選挙に行かないでほしいって思ってるはずですよ。で、創価学会公明党の方がですね、比例区、この土地はどうでもいいわ、ですね、711万4280人ですね。ざっくり7200万弱ですね。720万弱の人が、公明党創価学会に入れたと。720万から710万の方が入れたと。で、6000万のうちの710万なので、もう 10% 以上になってるんですね。ということはですね、創価学会は、すべての政局をコントロールできると。つまり、すべての区の中での、例えば、2万票から2万5000票、下駄を履かせることができるので、創価学会を裏切ると、誰も選挙に勝てませんね、という、これがデータですね。参議院の時はですね、48% だったので、大体5200万ぐらいの人が言ってるんですね。
5180万ぐらいですね。で創価学会の人が選挙に入れたのが650万ですね。650万が710万になってるんで、いや本当にね、60万弱の人が、今回創価学会の人がですね、一生懸命集めてですね、一生懸命やってるんですよ。だからこれは創価学会の人たち、公明党の人たちが選挙の一票の重みをめちゃくちゃ知ってるっていうことなんですね。でも公明党って何かしたのかなと思うんですけど、やっぱり創価学会の人が選挙に行ってくださいって、もうめちゃくちゃ一生懸命頭下げたんでしょうね。はい、それではですね、その次は、これがね、夕刊フジの、29日ですね、10月の29日で、だいたいこれぐらいの議席数になるんじゃないかと一応言われてたものですね。ですね、だいたいこう自民党が大惨敗して37議席減るんじゃないんでしょうかということを、まあ、夕刊フジは推測してたと。ということはですね、創価学会からすると日本維新と、日本維新じゃない、日本共産党とですね、立憲民主党側について自民党の票をですね結構落としてやろうと、目論んでたはずだったんですけれども、まあ、自民党がねかなり頑張ってですね阻止したっていう感じなんですけど、まあ、一応ですね276議席からですね239になるんじゃないかと、一応夕刊フジは推測してたわけですね。で公明党は、まあ、29議席から31議席になるんじゃないかと。で立憲民主党がですね110から130で30議席増えるんじゃないかと一応推測してたようですね。そしてですね、共産党が、まあ、12から16に増えると。ということはですね、立憲民主党と共産党が増えて自民党がもう40議席近く減るんだと推測してたと。で、日本維新の会は、まあ、10から32なんで、まあ、20議席以上は増えるんじゃないかと、推測してたと。で、まあ、国民民主党は、まあ8から7、1個議席減るんじゃないかと一応推測したわけですね。さて実際はどうなったのか、はい、こちら見てみましょう。これ結構すごいんですよね。こちらかな、自民党はですね276から261議席になったと。つまりね、公明党は自民党のですね議席を減らすことに、もう40議席ぐらい減らす予定だったのに、15議席ぐらいしか落とせなかった。これはね、自民党が頑張ったというか、まあ、有権者が頑張ったという感じですかね。で公明党はもう29から31って予測してたんですけど32にやりましたね。で立憲民主党109から96、あれ130になる予定だったのにできなかった。つまり公明党が、立憲民主党と日本共産党側についたところでですね勝てないっていうことが分かりましたね。で共産党に関しては、なんか15かなんか増える予定だったのに2議席減ってるんですね。つまり立憲民主党と共産党ですね、両方とも小沢一郎さんと斉藤雅史さんが後ろにいるんですけど、まあその2人は国際金融資本家のことが見えてる2人だと思うんですけど、彼らが後ろで暗躍しても勝てなかった。そしてですね、辻元清美が比例でも当選できなかった。これはすごいですね。もう拍手、辻元清美もう二度とね政治家になれないかもしれないですね。つまりまあ創価学会の力をね
どういうふうに借りるかっていうことで、まあ、勝てるか勝てないか、利用できるかできないかが決まってくる形なんでしょうね。はい。それでですね、すごいんですよ、維新。11議席から41議席に、30議席増えてるんですね。これはね、もう本当危ないですね。緊縮財政兼新自由主義。もう正直言って日本国内をね、むちゃくちゃにするやつらなんで、本当にね、日本維新の会はね、本当危ないですね。まあ、小泉チルドレンみたいな感じですね。まあ、橋本徹君がメディア側から、まあ、応援して、SNS の力がちょっと弱ってんのかなって思いますね。ちょっと日本維新の正体をですね、SNS で結構コテンパンに叩かないと危ないのかなって思いますね。これ本当グローバリズムですよ。で、国民民主党が8から11ですね。減る予定だったのが増えましたね。すごいです。で、れいわ新選組がね、本当頑張っててね、これ実はれいわ新選組の後ろにいるのは日本共産党と、立憲民主党のメンバーと同じグループなんですね。で、まあ、でもね、全部、根っこは全部一緒なんですけどね。で、維新の後ろにいるのも、まあ、創価学会、公明党ですね。つまり公明党が全部こういうふうにですね、コントロールしてやったんですけど、要は自民党がそんなに負けなかった。まあ、公明党の予定通りと。立憲民主党と日本共産党は惨敗。では国民民主党が増えたのはまあいいんじゃないですかね。はい。うん。というふうにですね、ちょっとこう、こういう感じなんです。で、そしてですね、その次は、こちらですね。まあ、朝日デジタルからなんですけど、これが、衆議院大阪開票速報っていうやつですね。こっちの方がいいのかな？こっちの方がわかりやすいのかな？文字が読みやすいんですかね？どうですか？読みやすいですか？ね。では、第1句。ね。第1句。こっちの方がいいのかな？第1句。はい。維新ですね。ね。で、維新のところに、これ、あれなんですよね。公明党いないんですよね。はい。じゃあ、公明党の票を全部こっちに入れたら。そしたらね、おそらくね、5万票差がつくんで、2万票から2万5000票下駄が吐くんで、差がつくんですね。なので自民党は勝てない。はい、こういうことですね。はい、大阪第2区。はい、これ維新。はい、維新ですね。維新ですね。で、これの自民党は、こちらはね、はい、これまた5万、はい、ちょうど5万票負けてます。はい、こちら。こちら公明党ですね。はい、創価学会。3万票ですね。で、ここ、はい、ここ、大切なのが維新が入ってないですね。はい、ちゃんと分けてますね。つまりその大阪都構想の時に、政策顧問が竹中平蔵で、パツナグループの会長。で、パツナグループの創始者が南部康之さん、創価学会なんですね。はい、これ。こちらがですね、こちら維新ですね。はい、これ公明党いないでしょ？いないですね。公明党いないんですね。んで、これちょうど、はい。これ3万票負けてるんで、これ、中山さんは結構あれですね、頑張ったんじゃないですか？でも、I love 大阪って書いてたんで、気持ち悪いなと思いましたね。はい、これ。こちらは公明党ですね。はい、創価学会。はい、創価学会ですね。はい、で、ここ、維新いません。はい、維新いません。はい、こちら。はい、公明党、創価学会ですね。はい、ここ維新いません。はい、維新いませんね。創価学会と維新は組んでるんですね。はい、タッグになってるんですね。はい、こっち。はい、維新ですね。はい、自民党を化けてます。票が3万票なんで、ちょっと危ないですね、これ。ですからね、これ面白いんですね。公明党のところには自民党入れない。自民党も入れないし、維新も入れない。これ自民党が入ったりとかすると、もしかすると、あれなんですね。ここの票が割れちゃうんで、だから自民党こういうところ入れたら面白いんですよね。
そうしたらね、創価学会が票取れなくなって面白くなりそうですね。はい。で、こちらですね。はい、第8区。第8区が、自民党と維新ですね。はい、ここ創価学会いませんね。はい、維新が勝ちました。はい、そういうことです。で、こちらですね。足立さんの方ですね。こちら、はい、維新が勝ちました。はい、ここ創価学会いません。なんでですかね、創価学会いませんね。はい。ですね。はい、こちらですね。創価学会はこっち行ってるんですね。こっちのがこっちに行ってるんですね。自民党のね。だからこちらはね、でもこれちょうど5万票ですね。はい。ね。こちらの自民の方に、なんで与党なのにこっちに入れないんですかね。創価学会。はい、ちょうど5万票負けてます。はい、こちら。こちらは維新ですね。はい、創価学会いませんね。はい、こんな感じです。はい、こちらですね。こちら、はい、維新、はい、創価学会いません。で、創価学会に、が、こちらの下駄を履かしてもらってるんで、3万票、差がついてますね。はい、勝てません。で、こちらですね。こちらも、これは維新ですね。はい、創価学会いませんね。で、創価学会はこっち入れるのはこっち行ってるんで、はい、で、4万票ぐらい、3万5000票ぐらいですかね、差が空いてますね。はい、こちらですね。はい、こちらは、維新ですね。はい、創価学会いません。で、創価学会はこっち入れるところがこっちに行きました。で、これ負けました。はい、創価学会の票がつきました。はい、これ長尾隆さんですね。彼側に勝ってほしかったんですけども、5万票負けてます。はい、創価学会がこっちに入れると、長尾さんは勝てません。はい、こちらですね。こちらがですね、維新ですね。はい、自民党。こちら、差がかなり開いてます。5万票ですね。だいたい2万票から2万5000票、下駄を履けるっていうのがわかりますよね。だいたい、3万票から5万票差がつきます。まあ、3万票のところはね、結構危ないところですね。はい、こんな感じです。創価会員がね、700万入れてますから、710万入れてますからね、下駄を履かせることができるんですね。で、こちらですね。こちらは、公明党ですね。はい、自民も、はい、維新もいません。はい、これだから勝てます。もう少しだったんですけどね、これ。立憲民主党が勝ってた方が良かったな、公明党よりもね。はい、こちらですね。こちらが、はい、維新ですね。はい、総合学会いません。こっちの票を、こっち入れたんで4万票ぐらい差がついてます。はい、下駄入ってますね。はい、こちらですね。だから総合学会がね、維新につくのか自民党につくのかだけでも全部決まっちゃうんですね。これ、はい、ちょうど5万票負けてますね。すべての区で大体5万票からあれが差がつきますね。で、これは19区ですね。はい、6万8000とあれですね。こちら維新が勝ちました。これ結構僅差だったんだな。多分ね、こっちにこう入れたんですね。もう、なんで、ここ珍しいですね。立憲と共産党が両方とも立ってますね。不思議です。はい、こんな感じですね。なんで、10区かな。10区だったな。これですね。辻元清美。はい、負けました。辻元清美負けました。という感じなんですね。ということでですね、一番初めの冒頭に見せたですね、こちらが一番非常にキーなんです。1億8000万のうちの、1億8000万のうちの、1億8000万のうちの、6000万の人が選挙に行って、はい、で、そのうちの710万ですね、720万ぐらいの人が創価学会に票を入れているという形です。ですので、いくらでもこう下駄を履かせれると。つまり今回ですね、自民党をもう少し任せた後に、日本共産党と立憲民主党ですね、こちらを勝たせる予定だったんですけど、勝たすことが、できなかったわけですね。これがね、非常に面白いですね。つまり、
公明党が再考しても、あの立憲民主党と共産党が、もう力がなくなってるってことなんですね。でそこで力を伸ばしているのが、保守の皮をかぶったグローバリズム新自由主義者の日本維新の会が、30議席ですね、増やして40議席になったんですかね、41議席になってますね。ですから本当に日本維新の会は一番危ない感じがしてますね。で、令和新選組が、議席数をですね、おそらく創価学会とか共産党とか立憲民主党の後釜を令和新選組と日本共産党にさせたいと思ってると思うんですね。いわゆるなんていうんですかね、ジャパンハンドラー系の人たちが ですけど、まあ日本国民民主党が8から7に減るところだった予定が、11に増えてるのでね。ですから、ある意味で言えば自民党と国民民主党ですね、ここが